こんにちは。転売ワーホリ秀夫です。今日は日本は物価が安いという話をですね、昨日会員さんとしていて、なかなか信じてないというかね、納得できなかったようなんで、ちょっとタイで連日超満員になっている5倍の寿司店とですね、日本の寿司屋さんはどう違うか、それを比較しようと思って、まずはタイの寿司屋の寿司の写真見たんですけど、はっきり言ってあんま美味しくなさそうでした。日本の寿司屋のね、寿司は本当に美味しそうなんで、それを紹介しようかなと思うんですけど、見てたらね、あまりにも見事なんで、ちょっとこれ全部撮ってってですね、動画で見ちゃおうと思います。最後に店名を、お知らせしますけど、これ写真だけ見てね、店名が分かったらすごいというか、羨ましいというか、かなりな、食い物にうるさい方だなと思います。まずイカですね。言葉もないですね。こんなの出てきたら感動しちゃいますね。この透き通り具合といい、なんといい。トロですね。こうじゃなくちゃいけますよね、トロはね。エビ。たまんない感じですもんね。中トロにちょっと握りをさっとつけた感じで。なんだこの具の厚さはって感じですね。白身の魚。何ですかね、これはちょっと、わかりますけど、上に何が乗ってんだろう。あ、もしかしたら、カワハギかなんかで、これ、肝揚げなのかな。いや、でも高い寿司屋でカワハギ出さんかな。なんだろう。まあいいや。ホタテですね。解説でいいから写真だけ流してきますね。あ、でも大トロうまそうですね。さっきのイカですね。戻っちゃいましたね。お。これは何だ、まあいいや。何しろ、どれを見ても、食べてみたいとしか言いようがないですね。これは、小倉にあるですね、お寿司屋さんで、剣寿司ってとこですね。実は私、行ったことないですね。福岡にいるとき行ってみようと思ったんですけど、予約がいっぱいですとかね、たまたま休みだったりなんだりで、とうとう行けずに、日本を出てしまいました。機会があれば、ここはぜひ食べに行きたいなと思ってます。そんなわけで、このお寿司がですね、なんと、食べログの情報だと、1万円から1万5千円ぐらい、ランチ夜ともですね、で食べられます。で、海外で食べたらどうか。バンコクでね、この寿司は作れないでしょうね。で、シドニーでも無理ですね。ネタは空輸すればいいとして、青魚以外はネタは空輸すればいいとしても、この握りを作る、次元の人が来るか、ね、握ったものを分かって食べてくれる人がいないとやりがいがないっていうのもありますから、そう考えたら海外でね、このお寿司を食べるのは無理だと思います。ただ仮に同じクオリティでこの寿司を出して、値段つけたら、おそらく取り方によりますけど、会員制にしてうまく会費とね、あと来た時のお食材は休めにとかっていう工夫すれば、おそらく日本の10倍以上の金額は取れるんじゃないかなっていうふうに思います。日本の10倍以上取れる都市、大都市だったらどこもそんな形でやっていけるでしょうね。そんな形で、輸入ビジネスは物価の安い日本にね、物価の高い海外から物を持ってくると厳しいんですけど、輸出ビジネスは、物価の安い日本から物価の高い海外に移します。今回はね、たまたまそのホリエモンのお話の5万円の寿司屋からちょっと寿司で説明してますけど、何つけ日本の3倍以上で売れる商品っていうのは、日本から海外に持ち出して3倍以上で売れる商品っていうのは日本にはね、ゴロゴロしてますんで、輸出は稼ぎやすいです。寿司の話じゃなくてね、実はアマゾン輸出のだから自信を持って取り組みましょうっていう話なんで、お寿司の写真しか出てませんけど、日本は物価安いんで、日本から海外に輸出すれば儲かる商品はたくさんあります。自信を持って取り組んでください。どれが儲かんなくわかんないという方はですね、儲かる商品を探すサポートをしてますんで、お気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。